はい、こんにちは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はですね、3度目のパルス療法の2日目ということで、まあ受診日が1日目だったので、まあ、2日目、今日30ミリ薬飲みながら、今日はちょっと仕事が休めなかったので仕事だったんですね。ただやっぱりきついですね。こう呼吸が持たないというか、こう心臓がもうドキ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 こう言い続けて、なんか破裂するんじゃないかっていうような感じがしたので、ちょっとやっぱりしんどいなって思ったんですけれども、来週からはかなり仕事のペースを落とすことができそうなので、どうかしたら休めるかもしれないので、まあ、本当に助かります。なので、まあ、治療に専念するということが、まあ、必要な時期なので仕方がないんですけれども、まあ、皆さんにこう迷惑かけながらですけれども、どうにか治療ができそうだなと思いますので、まあ、しっかりね、まずは食べられるように。今日の朝もですね、お粥を2口食べたらもう体がきつくて受け付けなかったんですよね。なので、エレンタールを飲むのもですね、どうにか午前中1本飲んだんですけれども、いっぺんにはやっぱりもう飲めないですもんね。なのでちょっとずつ飲みながら、ね、ご飯もちょっとずつ食べながらっていう形で、どうにかカロリーを摂取して、体重を少しずつでも増やしていかないと、エレンタールを飲みながらでも今体重こんな感じです。結構落ち続けていて、その落ち幅がかなり大きくなってきたので、これはちょっとまずいなって思っているんですけれども、なんせ食べれないんですよ。なので、まあ、ステロイドが効いてくれることをこう祈りながらですね、で副作用が出ないこともこう祈りながら、治療ちょっと頑張ってみようと思いますので、ただずっと安静にしているってなると、こう今度気持ちが、折れてしまいますので、まあ、その辺のこうバランスの取り方ですよね。なのでやりたいことはやる、でも無理はしないで、第一は治療が第一ということで、その辺のこうバランスを取りながら、楽しみながら治療できればなと思ってますので、まあ、どんな時でも楽しみ方を探すっていうのはすごく大切なことですし、どんな時でも小さな幸せを見つけて自分が幸せを感じられるかっていうのも大事なことだと思うんですよね。なので正直こう難病を抱えていて仕事もろくにできなくて、で、食事なんてほとんど取れていない状態で、じゃあどうやっていいことを見つけたらいいんだって考えるんですけども、まあ、好きな車に乗ることができたりだとか、YouTube で動画アップしたら、コメントくださる方がいたりだとかっていう形で、こう楽しみ方っていうのはその時その時で違うにはしますけど、やっぱりあると思うんですよね。なのでそんなこんなでね、こう3度目のパルス療法、頑張ってみようと思いますので、1回目はですね、ある程度うまくいったんですけども、その回復、1回目のパルス療法の時は半年ぐらい休んだんですよね。で2回目はもう1週間目でかなり副作用が出ていて、で救急に受診したんですけども、飲み始めなのでそのままちょっと様子を見て続けてくださいということで、翌週定期受診したらやっぱりもう副作用が強くなダメということで、2回目は失敗に終わっているので、まあ今1勝1敗、まあでも最初の1勝も結局復活した後に無理しすぎてすぐダメになってしまってますから、そのまあ1分けぐらいかな、1敗1分けぐらいな感じなので、こう次こそね、ちょっとね勝利を目指そうかなと思いますので、まあ、ある程度こう症状を落ち着かせて、でその落ち着いた状態をどうやって維持させるかっていうところまでちょっと頑張ってみたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ということで、達也のマムでした。ありがとうございます。失礼します。